牛島正造牛島正造3月から1940年10月14日は、日本の内務、警察、朝鮮総督府官僚、実業家、幹線茨城県知事、鹿児島県出身、薩摩藩市牛島ジムの次男。父は明治維新後、東京に住し、陸軍中尉として、このエレン隊に勤務していたが、弟の万が生まれる半年前に死去。 5歳の時に母に連れられて、鹿児島に転居。弟は沖縄軍司令官として有名な陸軍大将の牛島三るである。肖像は第7高等学校増資官を卒業。1910年、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。1911年11月、文官高等試験行政科試験に合格。内務省に入省し、 兵庫県司法となる。以後、兵庫県警視、道県美濃郡長、鳥取県理事官山口県警察部長、熊本県警察部長、兵庫県警察部長、石川県書機関内務部長、長野県書機関内務部長、大阪府書機関内務部長、警視庁刑務部長などを歴任。1929年7月、茨城県知事に就任。 政府の財政緊縮方針に沿った予算編成を行う。県立学校の経費削減を行うとともに、社会教育、補修教育の充実を図り、また、トラホーム予防にも取り組んだ。1931年6月、朝鮮総督府学務局長に転任。同年9月、道内務局長に移動し1936年5月まで、在任。同年に退官した。 その後、京春鉄道社長、朝鮮重工業社長を務めた。ありがとうございます。